南先生、はい、質問来てます。お父親がぎっくり腰で悩んでるんですけど、うん、ぎっくり腰の時にやってはいけない行動とかってありますかね。ある。ぎっくり腰の時に絶対やっちゃいけないことっていうのがあって、ぎっくり腰になった瞬間みんなね必ず何とかしようとして、あの、はい、一番やるのがこれ、足を曲げて何とか治らんかなってこうねじるわけよ。こうやって何とか治ろうそうとしてねじるわけなんだけど、これをしたらもうどん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 激痛になるから、とにかくぎっくり腰になったとしたらまず必ず膝を曲げて寝る。そしてゆっくり鼻から息を吸って、ゆっくり鼻からふーっと吐いて、でこれを10回繰り返す。そしてそのまま寝る。